は何？さっぱりよ。これは何かしらね。どれどれ。ねえ、なんか何かに似てる気がしない？地図だね。地図に印つけとこう。なるほどね。これはきっとオイサラ朝時代のコイン。あそこのシンボルは？シンボル？このシンボル、三つのシンボルとは違う。でも、さっき言った神殿のとマッチしてるかも。万歳。フレーザー、敵だよ。最高。おい、いいか。お前ら、辺りを調べたら。ああ、また発見。これ鳴らせる？ああ、耳痛い。これもコレクションに追加。またミッケ。あっちに小さな洞窟がある。見逃さないわよ。あなたの仲間たちに会わせてあげる。ここにもあった。何があるの？これもホイサラコレクションに追加。
冒険の予感。行くわよ。まあ当然こう来るわよね。何があるかな。こっちにおいで、お宝さん。いい兆し、サインだけに。何百年も待たせちゃってごめんね。さてと、ほらポケットに入れてあげる。終わり。まだ音がする。他にもあるってこと？ああ、振り出しに戻れってこと。やった！一緒に帰りましょう。ああ、何もない。先越されたみたい。何かあった？手下に先越された。まあきっと奴らどこかに隠してるだろう。確かに。
見つけた。いただきっと。どれどれ。ああ、もうタコだらけなんだけど。それじゃあじっくり考えてみる？いい感じじゃない。昔の人は言いました。油かだぶら。これで11個。スロットがある。しかもちょうどコインと同じサイズ。試してみよう。穴の一つにはまった。え、それで商品ゲット。しかもこれかなり素敵な商品。これはいい値がつくかも。売ればだけどね。どうする？それじゃああなた用のも探しちゃう？